やっぱここ絶対いるな、なんかヌートリア絶対いるぞ、この匂いめちゃくちゃ臭い。はい、今日の川はこんな川です。いつもの上流の川に来ました。今日は前回あの初カネヒラゲットしたんですけれども、まだあの綺麗な色が出てなかったので、まあ、こんな感じのカネヒラだったんで、今日は綺麗な婚姻色の出たカネヒラを狙っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、行ってみよう。まあ好きなの取ってくれたらいいけど、カネヒラメインね。お願いしますね。ちょっと水入れとこう。じゃあ行こうか。この辺でも最初からいそうやな。うん？スジエビやな。スジエビと沼エビ、いいやつやね。よいしょ。おっと、ほんまに歩きにくいなこれ。行く手を阻むな。ここもう完全にいそうやん。よしのぼりゲット、よしのぼりゲットです。うん、こんな感じで、ちょっと網が入れにくいな。おっつつつつ、お、麦つく、麦つくゲット、これゲットしとくわ。麦つく、麦つくです。結構いい感じ、綺麗な麦つくゲット。なんかちび麦、お、かわいい麦つく、見せて、ちび麦つくゲット、うん、はい、逃がしてあげようか。はい、バイバイ。そこ今隠れた、そっちからって、うん、よしよしよし、入ってるか。お、なんか入ってる、タナゴ。お、ほんまや、すげえ、ちびタナゴ。久しぶりのちっちゃいね。ミス死にそうや。あ、久しぶりのこれ。何これ、モツゴ。モツゴ、そうそうそう、モツ。モロコ？モロコ？かモロコ。稚魚ゲット。ちょっとこいつ入れとこ。あ、それ逃がそうか。チビタナゴ逃がします。もう、何？お、久しぶり。マドジョ。シマドジョ。お、シマドジョ見せて。シマドジョ。お、いいやつだな。お、でかっ。久しぶりに見た。すごいでかい島土壌ゲット。ほんまや、でかい。掴むちゃんと、うん、掴んでこんな感じで。オッケー、島土壌ゲット。オッケー、そうや、もう逃げられんぞ。注意してやったら大丈夫。お、ええとこ来たな。ここ十分でも狙えそうな、狙えそう。え、うわ、うわ、すげえ、うわ、デカ丼、すげえ、いきなり取るね。いきなり取ったやん、すごいな。デカ丼子ゲットです。すごい、これは写真撮りたいな。すげえ、デカ丼子ゲットします。ちょっと見せてからね。こんな感じの丼子ゲット、よう入ったな。オッケー、そうやな、今のすごいしっかりしたドンカやって。お、麦つくとカマツカ。 あ、これ麦つくじゃない、これ被害や、被害の稚魚。おー、うん、違う、あ、カマツカも入ってるやん。すげえ、カマツカとヨシノボリと麦つくと沼エビ同時ゲット。これ初めてちゃう、この、よっしゃ。これちょっとサイズのいいやつ取りたいな。どんどん網入れていって。
うわ、大量ヨシノボリ。やっぱ雨が降ったりすると魚の居場所が変わったりするんかな。おお、やっぱり入った。被害か、あ、デカ被害。すげえ。よし、ほれ、すげえ。いや、いそうな気がしたよ今。デカ被害、デカ被害ゲット。セミ、暑いからほんま最近鳥のさえずりとかゲットしてなかったから、今日はちょっとちゃんとゲットしていきたいと思います。ミンミンゼミ鳴いとる。後でゲットしてやるぜ。まあ、エビはいっぱいおるわな。エビがこんだけおるから魚も。お、お、お、卵来た。脂ボテ、脂ボテゲット。よっしゃ、中くらい、いいんちゃう、中くらい。よし、逃がしそう、その捕まえた。ここもどんどん住んで、このアトラクションこの辺最高やから。この水草ゾーンはアトラクションと呼ぶ。面白い。うん、めっちゃウケる。あ、ここはむっちゃ入りそう。入りそうやな。入らへんや。うん、おお、ほんまや、魚干からびてる。お、ここにはハサミがある。あ、ほんま、あ、そうか、これ鳥や。鳥がここに捕まえてここで食べてるの、ザリガニとか。干からびた魚。うわ。干物ゲット。もう近づいたら魚逃げるから、もうどんどんやってって。え、やった、いけた。お、金平、金平来た。金平ゲット、婚姻色なし。金平ゲット。エビがお腹についてる。ちょっとすまて、あげすぎ。オッケー、金平ゲット。金平よう取ったな。お、むっちゃ100点のとこあるやん、ここ。ところ狭しと並べて。カマツカか。え、デカドン。おお、すげえすげえ。ドンコ2匹目ゲット。ドンコゲット。お、色の薄い方やな、これは。あ、シジミ、シジミ見せて。シジミ、シジミゲット。うめ。この辺でそろそろ捕獲したいな。ここすっごいええやん、めっちゃええやん。絶対隠れてそう。ちょっと待ってな。よっしゃ、あげろ。いけてる？なんか入ってない？よしのぼりか。金平取ってくれ。オスの金平いるか。そろそろこの辺来そうやけどな。じゃあ足任せるわ。うん。どっかに入れ。おお、でっかカマツカ。おお、すげえすげえ。でっかカマツカ。まあでっかいいうほどでもないけど、まあいい、いい感じ。中ぐらいやな。カマツカゲット。うわ、オッケー。今日全然逃がしてない、一匹も逃がしてないぞ。すごいぞ今日は。うわ、でかギギ、でかギギ。いつもここにおるんじゃん、これ。ギギ、これ住んでるんか、ここに。はい、ギギゲット。ギギの大家族。ギギ。あ、また鳴いてる。泣いてる。
ギゲットします。ゲット。魚は取れてきたけど、金平がおらんな。助っ人が取った一匹だけ。狙いどころは間違ってないんだけど、ここしようか。水深あるとこ、そうそう、 OK。 麦つくの次はな、ちょっとこれ取れんかったら場所変えようか。この雰囲気でおらんかったらおらんわ。あ、ほんまや、入ってるやん。ちょっと待ってな。見せて、どんこ捕獲し、どんこです。3匹目、どんこゲット。どんこやるやん。どんこは普通に入るな、もはや。おらへんぞ、ほんまに。いや、場所が変わるな。そう、こんだけ体力使って無理か。魚は取れるけど、ちょっと場所が違うな。やっぱ絶対これ場所変わってるわ。いや、違う川行く。もう下の方行こうか。ちょっと一旦切ろう。はい、ちょっと場所変えて、若干下流に降りてきました。ここで、まあ、先日の雨で、まあ、金平流されてるんじゃないかということで、ちょっと下流に降りてきてみました。まあ、予想が当たるかどうかわからないですけど、やってみたいと思います。行こうか。ヘンちゃんなんか狙いやすいで。金平狙ってや、ちょっと本気出してや。取りたくない。おええよ、遊んで。うん、ええよ。なんか上より水温低くて気持ちがいいな。島土壌はね、普通の島土壌。カマツカ富士島土壌、すごい柄が、模様がすごい綺麗。島土壌か、島土壌。ダメか、絶対おりそうなゾーンでもおらんな。ここでおらんかったら無理やろ。はい、今日はこんな感じで、終了したんですけれども、今日何取れたかな。カワムツ、デカドンコ。あ、デカドンコ取ったな。麦つく、稚魚がいっぱいでした。ギギ、うん、ギギ取ったな。いつもの場所でギギがやっぱりいました。アブラボテ、うん、アブラボテ。今日金平狙いやったけど、アブラボテが先に一匹取れたね。カワムツやなかった、うん、で、この金平取ったんですけれども、うん、婚姻色の金平は残念ながら、捕獲することができませんでした。まあ、先日の雨で、まあ、ちょっと流されたりしたのかな。ちょっと場所が変わってるかもしれないんで、ちょっとまた別の場所を見に行きたいと思います。今日は、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた。終わり、うん、よかったな。でも被害とかも取れてるからええんちゃう。ボタがボスだったら
感覚で歩いてる。